八大三人八大三人八大三人は、秋代末期から、新大初期の画家、書家、詩人。本名は、趣密る、幼名、または、通称和種。総合は、伝慶。字は、歯案。号は、雪か、火山、人屋。漢には、露、八大三人なども使っている。石等は、東園の親族にあたる。省南にいました、病の喪で、 公文家戸の十七男の年用主権の旧世の孫で岩き王の一族出身。主墓りごとの子で、主墓りごとの甥。い。少年の頃から私文を読むなど秀才であった。管理を目指し、科挙試験を受けるため民籍に振り、初等段階を経て大見の資格を得る。1644年に明朝そのものが瓦解したため、その夢は絶たれた。 新軍の侵攻を避けて、新剣権,権に逃げ、1648年に出家。その地の前寺である高校案に入った。一説には、新朝が庶民に強制した弁発を避けるためとも言われている。そこで、仏道修行に励み、数年後には、創始となった。仏門に入ってから20年後、100人近い弟子を持ち、寺の外にも評判が聞こえていた。 当時制作した絵画として、連携者政策がある。友人の臨戦権令の小又道のもとに、滞在していたとき、感謝に軟禁状態になったらしい。これには、移説もある、前年の三半の乱の不安定な世相を背景にした、事件だとも推定される。臨戦滞在中に、総福を焼き捨てて、南省へ奔走し、減続した。その後、妻を目取ったことから、 真の俗である弁髪にしたものと考えられている。世間との交流を避け、数少ない飲み友達と酒を飲み、絵を描く生活を何章で送った。画でも高い評判を終え、職業画家として生涯を終えた。石頭から八大三人への手紙も記録されている。陽生十三年頃の画論書、国朝が印録では、関東に挙げられている。水墨画の形式を基本とし、 牡器や山水、鳥や魚などを多く、題材としつつ、伝統に固執しない大胆な描写を得意とした。だが、八大山人の筆を表するに、その描く鳥の足を一本のみで表したり、魚などの目を白目で示すなど時に聞いても取れる、表現を用いている点を避けることはできない。白岩は、原石の古事に習い、中国では、拒絶を表現するものとされる。 そこから汲み取れるように、その作画の中には、自らのデメであり、滅び去った妙朝への嘆きと、その目に侵略者と移る慎朝への、屈してしまったからこそ真珠でより激しく湧き立つ、犯行が案に表現されているという解釈もある。晩年に近くなってからの号、八大三人には、その由来について小説がある。そうでもあった経歴から、仏教用語に由来を求める説がある。 六代という、あまねくものを網羅する意をさらに広げ、八代としたとの内容だが、発狂して帰狂した山人が名乗るには、似つかわしくないとの反論もある。一方、八代、山、人の四文字をつぶし気味にサインした図柄が、一別して、八代の二文字で、国や、笑い、四文字合わせて、国のとも見えることから、身長のものとなった世への遠征感に苛なまれ、むしろ、 これらの字を崩して、名としたとの説もある。文人外記気のクレドを解説振動1976。ありがとうございます。